今回はじゃん、アリサの新しくなったポーチの中身を紹介していきます。じゃん、これはキャリーバッグ型のマイメロディーちゃんの、あ、こっちか、マイメロディーちゃんのポーチです。これも新しくなりました。サンリオで購入しました。でね、これなんか旅行チケットみたいな、ここが切符みたいな、おしゃれです。こんな感じ、一周回って一周回って、はい、ポーズそれでは紹介していきます。このね、とってもいいんだよねまずはめっちゃ頑張っておくよ。めっちゃ入ってるよ1個目、じゃん、マイメロディーちゃんのリップグロスです。このスターが可愛い。右、左白くけちゃうで、これめっちゃいい色してます。薄いコーラルピンクみたいな感じの色、はい、めっちゃ可愛いよね、これ。で、ピーチの香りだったっけ、いちご、わかんないけど、ピーチかいちごでした次はじゃん、ニコラの付録のチューチューのグロスです。こうやってね、3種類あります。ちゃんとめっちゃ使いやすいです。次、じゃん、グロス、これはカンコレのコーラルピンクです。めっちゃね、よく使ってます。今も使ってるけど、めっちゃリップ系多いです。で、次はじゃん、りなちゃんからおすすめしてもらったこのアイシャドウの、アイシャドウ、シックアイシャドウみたいな感じ感じです。これほら、ここのね、キラキラが可愛いので、スティックになっててめっちゃ使いやすいです。じゃん、クリアーズさんのアイシャドウとリップグロスのメイクパレットか、メイクパレットです。ほら、めっちゃいい香りしますよ。なんかね、フルーツみたいな感じの香りがします。で、次はじゃん、こちらはパウダーファンデーションで、スリーコインズさんかな、150円で購入しました。めっちゃね、こう塗ってるとさーわーって気持ちいいで、めっちゃ白くなるんです、肌がとっても使ってます。次はじゃん、またまたりなちゃんが出てきますよりなちゃんとおそろっち、おそろっち、たまごっちおそろのラプンツェルのね、鏡です。これ、これくらい一面がね、鏡で、こんな感じ、一面が鏡です。次はじゃん、キャンメイクのチークです。これは02なんですけど、01が欲しい、01も欲しいです。次は、あ、これも商品、こちらもチューのネイルです。夏ネイル、これがめっちゃ赤いリップ、唇にかな、めっちゃ赤くない、これやばくない。でもコーラルピンクと混ぜたり使ったりする、混ぜて使ってます。で、次がじゃん、香水のようなコームがついてあるネックレスです。これ可愛くない、こうやって入らないつけます、入った普通に入ったじゃん、こんな感じのコーム付きの、この香水です。香水のような形のコームがさ、ついてるやつ、ほら、コーム可愛くない、前髪用に使ったりしたら可愛いと思います。はい、じゃん、またまたチューチューのリップ、チーク&リップです。めっちゃね、はい、使いやすい、ニコラの付録です、これは。で、本当に最後
ジャンサンリオのマイメロディーちゃん、マイメロディーちゃんのさくらんぼのヘアピンです。つけます。ほら、可愛くないこれ。音もいい。音。これのピンとネックレスとグロスとこのポーチをマイメロディーちゃんに揃えてみました。これで以上です。はい、ということで今回はじゃん、アリサの最新ポーチの中身を紹介しました。みんなはどんなポーチ使ってる？コメント欄で教えてね。バイバーイ。